晴れましたが寒さの残る10連休スタートになりましたニンジニアスタジアムです。2019明治安田生命 J2 リーグ第11節愛媛 FC 対ヴァンフォーレ甲府をお楽しみいただきます。風がまだあります。平成最後のゲームでホーム100勝を目指す愛媛、相手は平成29年以来の J1 返り咲きを狙う好調甲府です。では愛媛のスタメンを確認しておきましょう。フォーメーションです、ご覧のように3-4-2-1を予想しました。キーパー岡本、ユトリッチ西岡、前野、そして田中山瀬のドイツボランチ、右に長沼、左に神谷かなと、シャドウに川原と近藤、センターフォードに吉田。甲府も前節とは1人メンバーを変えてきました。キーパー川田、竹岡、小出、リマの3バック、そして小倉と横谷のドイツボランチ、右に橋爪、左に荒木、強力トライアングルは宇高、ドゥドゥ、佐藤というピックアップにしました。要注意です。中に佐藤、その佐藤からダイレクト、西岡が読んでいました。今西岡がよくディフェンスで守りましたよね、はい、近いところでファールをもらったようです。甲府直接狙える距離ではありますが、今ディフェンス甲府の選手、ドゥドゥが倒れていますか。今完全にペナルティエリアの中で足がかかってましたよね、はい、わずかに外かと思いましたが、先制の大きなチャンス、左に2本蹴っている小谷の過去の PK の右に蹴りました。先制します甲府。立ち上がり、まずはアウェーの甲府が PK で横谷ゴールゲット、大きな先制点ですね。そうですね、今の PK もしっかりキーパーの動きを見ながら、はい、キーパーの逆をつきましたよね、うん、素晴らしい PK ですね。ここは危ないぞ、トゥドゥのシュートはポストに助けられて、外に出ました。ちょっと連携がまだ地に足がついていない感じです愛媛。先ほどの PK で動揺してますよね。これは絶対しちゃいけないミスパスですよね、はい、足爪、佐藤がプルアウェイ、その佐藤ヘディング、ポスト決定機を作ります。ダイビングヘッドを見せました佐藤、わずかにポストでした。神谷から前のクロスを上げるヘディングだ、田中のダイビングヘッド、スピードはそれほどなかったかもしれませんが、コーナーキック、川原、西岡のユトリッチ、外から今度防いだ、ビッグセーブ、荒木か、荒木が頭で防ぎました。愛媛はこのボールに触ることができません。甲府がボールを回します。縦抜けました、橋爪から早めのクロス、ドゥドゥは宇高、止めたイトリッチ、もう一度吉田、長沼、ダイレクトクロスヘディング、同点ゴール、またやった吉田、押されていました愛媛ですが、なんと吉田が連続ゴールで1-1タイスコアにしました。完璧なクロスでした。そうですね、ただ山瀬なんですよね、はい、山瀬がうまく中盤で絡んで、山瀬から右サイドへのパス、うん、ここは意地がぶつかります。長沼が入れ替わる、残しました、自分でシュート、今ブロック、西岡ヘディングで勝ちましたが、ボールが甲府にこぼれます。怖い選手はまだいます。この10番ドゥドゥ、甲
ボックスに入って要注意。宇田が漏れ、よく止めた岡本。今日も岡本の神セーブは健在です。決定機でした。つなげます小倉、そして内田です。よくあっと、ここはダイレクト、また佐藤触りました。岡本今日2本目の神セーブ。もうこのワンプレーになりそうです。ユトリッチ、長いボールを使って近藤に渡る。今がマーク、カットインから左足、キーパー正面川田ががっちりと抑えました。甲府の攻撃、これがラストプレーになるでしょうか。ここはつながりませんでした。試合終了です。いや終盤は両チーム激しく打ち合いましたが得点動かず、1対1ドローで終了です。愛媛は2試合ぶりのドローゲーム、ただホームで勝てませんでしたけれども連敗は免れました。